アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月26日、場所は滋賀東近江になります。野引きグリーンスタジアムにて2023 X リーグ X2 リーグ最終節となります。磯野スーパースターズ対大阪ガススカンクスの一戦がまもなく行われます。現在その試合に先立ちまして、オープニングセレモニーとしてこの試合を祝しまして、東近江市市議会議長であらせられる西澤義雄様に現在そのメッセージをいただいております。しばしご静聴ください。東近江市議会議長西澤義雄様によります熱いメッセージが送られてました。西澤議長様ありがとうございました。さあその試合に先立ちまして両チームサイドラインに整列し、これよりコイントスが行われます。審判団に招かれまして両チーム首脳陣およびそして先ほどメッセージいただきました西澤義雄市議会議長様にもコイントスに立ち会っていただきます。
令和5年11月26日。場所は滋賀県布引グリーンスタジアムにて、2023X2 リーグ最終節の一戦、磯野スーパースターズ対大阪ガスカンクスの一戦が間もなく行われます。手前側に陣取りますのが、本日はカラーユニフォームをまとっております大阪ガスカンクス。反対側に陣取りますのがホームチームであります磯野スーパースターズです。ともに今節は非常に厳しいシーズンとなりましたが、この一戦に今季の初勝利をかけます。さあ、その試合を決めますコイントス。東近江市議会議長であらせられる西田義郎様によって投じられました。西田市議会議長様、ありがとうございました。この試合に非常に華々しい花を添えていただき、大変光栄に思います。磯野スーパースターズキックオフ、大阪ガススカンクスリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行います。この布引きに多くの方々にもご来場いただきました。大変ありがとうございます。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、これより試合開始の時を迎えます。さあ、まず試合は磯野スーパースターズのキックオフで始まる形になります。キックオフしますのは磯野スーパースターズ43番、西脇が務めます。岐阜大学出身のプレイヤーです。対しまして大阪ガスはリターナーに2番と3番を配置しております。2番は松本、関西大学出身、3番は松田、桃山学院大学出身のプレイヤーです。さあ、大阪ガスリターンに入った。磯野のカーガンもありまして、大阪ガス自陣32ヤード付近でボールデッドし、この位置からの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。4回の攻撃圏で10ヤード前進し、攻撃圏更新を狙うか、あるいはその過程でエンドゾーン、相手陣地奥深くにある得点エリアを目指します。まずは大阪ガスの攻撃、ボールオン自陣32ヤードから大阪ガスファーストアウト1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずランプレーです。中央へランニング枠にボールを託し、中央突破を図りましたが、これを磯野のディフェンス陣見事に対応しまして、ノーゲイン、獲得距離なしという形に終わらせました。ボールを持った選手が倒れた時点で1回の攻撃が終了です。従いまして大阪ガスは次の攻撃、2回目の攻撃、セカンドダウンに変わります。さあ、大阪ガス陣地変わらず自陣32ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。
さあ今度はパスプレーです。オフェンスは開始点あり後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利使いましてワイドレシーバー3番にパスを通しました。約4ヤードほどゲインした状態で倒されています。従いまして大阪ガスの攻撃権更新、残り距離は6ヤードに変わりました。攻撃の回数は変わりましてサードダウン3回目の攻撃になります。大阪ガススカンクスサードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離6ヤード。さあこの6ヤードどちらが制するでしょうか。伊佐のスーパーサーズナイスフェンス、ここでランプレーを投じました。ランニングバック34番の突破に期待したところでしたが、しかしこれは伊佐のスーパーサーズ79番見事に対応し、このランプレーを阻止しフォースダウンに変えます。素晴らしい対応しましたのは伊佐のスーパーサーズ79番の北川、岐阜大学出身です。さあこの最後の攻撃権で大阪ガス体型を変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力で陣地挽回を図ります。このパント絶妙のバウンドになりまして磯野陣20ヤード付近で止まりました。この位置で攻守交代となります。結果的に大阪ガスは4回の攻撃で攻撃権更新になりませんでした。しかしパントによりまして陣地を大きく有利な形に変えております。さあ下がりました位置になりましたが磯野この位置から攻撃に入ります。今度は磯野スーパースターズの攻撃となります。ボールオンは自陣20ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ダニバック25番ハンドオフを託されまして右オープンに展開、相手ディフェンスタックルに向かいましたが、このタックルかいくぐり約6ヤードのゲインを果たしています。まず最初のランプレーを見事に決めましたのはダニバック25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。さあ磯野スーパースターズはセカンドダウン4の状況になります。4ヤードの攻防になります。クォーターバック7番パスを投じようと身構えましたが、ディフェンスのプレッシャー感じましてスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断構想しまして約1ヤードほどゲインとなっています。クォーターバック7番は足立です。名古屋商科大学出身のチームのルーキーです。さあ磯野スーパースターズサードダウン残り3ヤードの状況に入りました。大阪ガスもこの3ヤードの突破を防がんと前に構えております。磯野スーパースターズサードダウン3。さあこのランプレーでボールをランニングバックファンブルしましたが、なんとこれは味方が抑えましたので結果的にボールは確保する形に成功しています。結果的にランが成功する形になりまして、トータル10ヤードを超えまして磯野スーパースターズファーストダウン獲得です。攻撃回数1回目に戻しました。リセットしまして攻撃の残数は4回と変わります。さあ見事攻撃権更新になりました磯野スーパースターズ。ボールオンは自陣38ヤードからのファーストダウン10。クォーターバック7番右に展開しておりましたワイドレシーバー84番にパス、84番これを見事にジャンピングキャッチしまして約6ヤードから7ヤードゲインとしています。見事にキャッチしましたのは磯野スーパースターズ84番の五十嵐、東北大学出身のプレイヤーです。近年甲子園ボールでも非常に活躍しております東北大学の OB がここで活躍しております。大阪ガスナイスディフェンス。
ここで磯野クォーターバック7番自らの走力で左オープン展開を図りましたが、これを大阪ガス13番対応しノーゲインに変えております。素晴らしいタックル決めましたのは大阪ガス13番の安田、関西大学出身。こちら関西三強の名門校の一校がここで活躍しています。さあ磯野サードスイの状況、クォーターバック7番脅威を感じましてパスを切り替えてスクラムに転じました。攻撃権更新を自らの総力に託しましたが、しかしわずか1ヤード残っており、失礼しました、攻撃権更新になりましてファーストダウン獲得です。磯野ファーストダウン、非常に際どい状況ですが最後の一伸びで攻撃権更新を取りました。粘りをあるスクランブル決めましたがクォーターバック7番の足立、名古屋商科大学出身。さあ攻撃権継続となりました磯野、ボールオン自陣49ヤードからファーストダウン10。ここは大阪ガスにしています。ダンプレーによりまずその初手を投じました磯野、しかしここで大阪ガスディフェンス陣5番13番が殺到し、最後は92番が仕留めまして1ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。倒された地点までがプレーの終了となります。見事タックルしましたのは5番の谷でした、関西大学出身。磯野スーパースターズ自陣48ヤードからセカンドダウン11。さあ攻撃権更新、必要距離は11ヤードと変わっております。クォーターバック7番校でパスによって状況を打開図らんと身構えましたが、その隙を見計らって大阪ガス53番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。約4ヤードロスに変えています。見事 QB サークしましたのは大阪ガス58番のプレイヤーです。素晴らしい活躍でした。大阪ガス58番は井原、素晴らしいプレーです。さあ磯野下がりましてサーダウン15の状況、突破なるでしょうか。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック7番中央付近にパスを投じ突破を図りましたが、これを取りましたのは大阪ガス13番。パスを奪うことにより攻撃権を奪取することに成功しております。インターセプトにより攻守交代です、ターンオーバー。見事インターセプトにより攻撃権を奪う形に成功しましたのは大阪ガス13番の安田、関西大学出身です。さあ有利な位置から攻撃に入ります。大阪ガス相手陣42ヤードからファーストダウン10。さあまず一旦外へ振りました。ランニングバック3番にフレアパスを投じまして3番のキャッチアンドラン図らんという状況でしたが、これは磯野も対応しましてほとんどゲインなしという形になっております。キャッチしましたのは3番の松田でした。桃山学院大学出身のチームルーキーです。大阪ガスセカンドダウン10。今度はランプレーを投じました、キャリア28番。しかしこれは磯野も30番がワンハンドタックルをしましてなんとか食い止め4ヤードのロスにとどめております。託されましたキャリアは28番の北沢でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。こちら関西学生の下部リーグの出身のプレイヤー、しかし X2 で活躍しております。大阪ガスサーダウン6。
さあこの判定を待ちましょう。パス不成功です。パス不成功の判定となりました。この状況、大阪ガスは攻撃権更新をパスによって展開しようとしましたが、ディフェンス陣に殺到し、そのパスを投じようとした腕を叩き落としました。結果的にパス不成功となりまして、フォースダウンに変わります。パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃になります。従いまして大阪ガスは最後の攻撃、フォースダウン、パントフォーメーションを取りました。大阪ガス、ここであえてリターンができない低いキックを蹴りました。そこから転がし、できる限り相手の奥深い位置でボールを抑えさせんとしましたが、これをなんとかリターナー食い止めまして、磯野自陣12ヤード付近からの攻撃に変わります。さあ攻守変わりまして、今度は磯野スーパースターズの攻撃と変わります。磯野スーパースターズ自陣13ヤードからのファーストアンテン。ここは大阪ガスディフェンス陣が群がります。何枠27番に託し、右オープン展開を図らせましたが、これを大阪ガス93番でしょうか、見事に対応しまして、このラン約4ヤードのロスに変えています。見事な対応をしたのは大阪ガススカンクス93番の軍事掛け、大阪体育大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズセカンドダウン14の状況、さあ再びランニングクイーンに託しました。今度はキャリアが25番に変わっております。同じく密集点突破図らせんというところでしたが、ゲインは約2ヤードほどにとどまっております。大阪ガス今季ランプディフェンスに関してはかなり好調な成績を見せております。磯野スーパースターズサーダーン12、さあ非常に厳しい位置ですが突破なるでしょうか。パス成功、しかしナイスタックル。クォーターバック7番、左に展開した1番にパスを投じました。1番キャッチしましたが、それをキャッチするや否や大阪ガスタックルしまして、このプレー展開を止めております。結果的にそのフォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。さあ大阪ガスリターンに入った。リターナー3番、キャッチしましてから左に大きく迂回して状況打開図らんと粘りましたが、しかし結果的には大きな陣地挽回とはならず、大阪ガス自陣35ヤード付近からの攻撃と変わります。リターナーは3番の松田でした。桃山学院大学出身。大阪ガススカンクス自陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。ここで大阪ガス中央へ並んで、何枠6番一旦タックルされかけましたが、見事なステップワークでこれを振りほどき一気にロングエンに変えました。大阪ガスファースター。素晴らしいランを展開しましたのは大阪ガス6番の川上、桃山学院大学出身のプレイヤーです。大阪ガス相手陣43ヤードからのファースターンテ。
再び中央へのランプへ。今度は34番がキャリアです。同じくタックルを受けましたが、これを振りほどきまして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。キャリア34番は辰馬でした。大阪体育大学出身。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ0点、大阪スカンクス0点、両者無得点のまま攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。